してアイドルになりたいと思ったのかとか、その時感じたこととか、この機会にもう一度振り返ってみるのもいいんじゃないかなと思って。メイコの言う通りだな。私はたくさんの人に希望を届けたいって思ってる。今まで私たちを応援してくれたお客さんのためにも、これから出会うたくさんの人のためにも、自分がどうしてアイドルになりたかったのか、これからどんなアイドルになりたいのか、ちゃんと考えよう。私がアイドルになった理由は、そしてそのとびきりの笑顔でお姫様はたくさんの人に愛と勇気を届けたのでした。ちょっとちっちゃい子向けだったけど面白い本だったな。お姫様が明るくていろんな問題を解決してって。明日貸してくれた先生にお礼言わなくちゃ。どうしたの？筆箱もらえたのも嬉しいし、ゆでたまちゃんのショーも楽しみなのに、なんで普通の子みたいに笑えないのかな。あ、そしてそのとびきりの笑顔でお姫様はたくさんの人に愛と勇気を届けたのでした。笑顔の練習してみようかな。うん、可愛くて楽しかった。でも人がいっぱいでちょっと疲れたかも。手をつないでた方がいいかも。
母さんって。ごめんなさい。どうしよう。お母さんたちとはぐれちゃった。お母さんたちが行こうって言ってたとこも行ってみたけど、人がいっぱいで、全然見つからなかったし。ああ、どうしよう。このまま。ずっと会えなかったら、ここで、一人ぼっちになったら。え？なんだろう、このお姉さん。すごく可愛い服を着てる。なんだか、お姫様みたい。私、どうして？